はい、どうも、ビズケンアニメでございます。今週の夏アニメのトップ5に入らなかった作品たちのですね、大反省会をしていきたいと思います。今週のトップ5はこんな感じでございました。まあ、マケインがね、二人とも1位でしたね。もう、最高でしたね、今週もね。いや、最高でした。まあ、コマリちゃんと、なんか中澤さんがね、生徒会長が好きだと、急に言い出しましたですね。まあ、生徒会長のね、結構魅力があるんで、生徒会長好きな人いるんですかね、他にも、ね。いるでしょ。さすがに。まあ、教えはそんなこと言われたら嫌だよね。はい、ということでございましたけれども。じゃあ早速ね、なんか第6位とかを言ってみましょうか。僕はですね、杖と剣のウィストリアだったんですよね。まあ、ちょっとこれ5位にしようか悩んでたんですけど。まあ、王道展開ですよね、やっぱり。まあ、ただ、その王道展開極まるみたいな、今週は。そうね。そう。良かったんですよ。単純にダンジョンの話も面白かった。面白いですよね。面白くて、あ、最後ですよ。そう。なんかまあ、最終回に向けて締めに来てんなみたいなね。みんな集まってさ、強敵に向かっていくみたいな感じでさ。なんだろうな。俺、5位じゃなかったのは、あれだったんですよ。その、最後出てきたじゃないですか、ラスボスみたいなやつが。単位数270度みたいなこと言ってたんですよ。で、俺、その単位数表記の強さ分からんのですよ。分かる分かる。そう。それがちょっと嫌で。なんか、A、B、C、D、EF とかさ、そういうランク付けだったら分かるんですけど、まず、あ、ほんとそこだけなんですけど、ただめちゃくちゃ面白かったなと思ったし、イグノールの話もですね、やっぱすごい結局良かったんですよ。その、ウィルとめちゃくちゃ境遇が似てたっていう、そう、話で落ちこぼれだったってとこで、で、まあ、共鳴して、先週そのイグノールが、エルフはその人の認めたものしかね、手を触れないみたいなことを言ってたんだけど、今回ちゃんとウィルと握手をして、お互い認め合って、進んでいくっていうところに至ったというところで、やっぱ熱いなって思いました。その、イグノールがね、コロッと言った理由っていうのも、ちゃんとウィルが、ストレートに、こう、イグノールのことを信じてあげるっていうふうに言ってくれてるから、イグノールも信じてみようと思ったっていうね。でもさ、似てると思ったって言ったよね。うん。無能者に。あ、はいはい。複雑な気持ちなのかな。何が？いや、分かんないけどさ。どういうこと？あ、自分を重ね合わせた時にってこと？重ねられちゃったわけだ、イグノール。ああ、いやでもだから、あれでしょ？そうじゃなかったってことを言いたかった。あ、まあまあまあ、ね。そうそうそう。で、ウィルも強いし、なんか自分が持ってる人じゃなかったし、イグノールも自分はそうじゃないんだっていうふうに思えたっていうことだろうし。で、なんかシオンとユリウスがなんかもう本当に、敗北者の、なんかコメディみたいな感じですか。なんかさ、もう好きなくせにさ、なんか捨て台詞を吐く。そう。なんかもう、あれだよ、やめてくれよ。でもいかんせん二人とも強いから、なんかちゃんとダンジョンでは通用してるっていうのがちょっと面白い気がする。でも今回は本当に最後の、演出、急展開の強敵がいきなりやってきて、あ、そうね、しかも二人組で、うん、そう。マジでジャンプっぽかった。ね、わかるわかる、うん。本当にこの超王道展開。そうで、特殊エンディングだったし、文字、かっこいい紫色の文字と、演出が良かったわ、ね。召喚みたいなね。うん、そう。いや、良かったですね。もう窮地ですよね。だから、このボスに勝てるのかみたいな。だってそもそも、その今いる階層自体がね、もうイレギュラーなわけですから。そうね。まあまあもちろん勝つんでしょうけど、どういう勝ち方をするのかっていうところで。今あのメンバーの中において、リアーナだけが、ウィルの凄さを体験してないんですよね。ああ、そうだね。だから、リアーナの話が来るのか、それとも、ね、ウィルが普通に倒していくのか。まあ先生たちも確かに向かってる。僕は先生だと思いますよ。ね、なんか来そうだよね。先生の、あっちね、味方の方ね。味方の方ね、関さん。先生が、まだ全部明らかにしてないじゃん。うん。が、見せてくれんじゃないかなと期待してます。確かにな。ここで、ねえ、ウィルが行っちゃうと、ウィル一強になっちゃうじゃん。まあね。まあでも、リアーナの凄さも出てないか。まだ。ああ、そうか。だから、リアーナの凄さが出る可能性もあるね。っていうところで、結構やっぱ面白かったですね。いや、面白い。面白かった。だから、最終回ちょっと期待してます。はい。で、その後に僕はロシデレが来ますね。あ、結構上でしたね。最後まで、女の子たちは可愛かったです。はい。まあ、しかも作画も全く崩れずに、ね。その、選挙編についてはずーっと P さんと、まあ言ってきましたよね。言ってきたじゃないですか。で、最終的に、なんでアーリア生徒会長になりたいんだろう。アーリア自身に生徒会長になりたい熱量が、僕にはちょっとどうしても伝わってこなかった。長田さんが、体育館の中にいたとしたら、全然もう拍手もしない。しないよ。しないよ。もう全然伝わってこない。まあ確かにね、なんかまさちかの言ってることの方が面白かったですよね。演出とかも、ちゃんと。でもさ、まさちかも、勝つことが分かってるからできるムーブじゃん。まあね。どうなるか分からないわけじゃん、本当は。そういうとこちょっと僕、綾小路くんと重ねちゃうんだけど。まあね。綾小路くんは、やっぱり、読み切ってるけど、どうなるか分からないことを想定しながら行って対処するじゃん。うん。
でももうなんか正近くんのムーブはもう一本道のムーブだから。なるほど。あんまりだからなんていうの、正近くんすごいってならない。あの、深くないってことですね。そう。深くない。深くないんだ、まあ。作者の違いなんだろうね。そこはね。まあでも、まあ作風の違いももちろんありますけど、その確かにね、選挙編は話をややこしくしてたなというのは思いましたし、やっぱりちょっとね、そのどうしても X とかの評価とかを見てると、うん、そんな感じだった。あうん、まあ俺らの評価と変わらないかな。まあもちろん面白く見せたし、女の子が可愛かったなっていうのはもちろんあったけど、うん、そのやっぱりその選挙っていうのはずっと結局一期経っても終わらず、なんなら、だってあれ来年度の話でしょ選挙するのがさ。だから、それまではずっと続くわけで、どうするんだろうねみたいな話なわけですよ。ただ、やっぱり、女の子が可愛いってことは正義で、いや、そうね。2期が制作決定しました。うん。うん。あの、2期決定してるんで、なんか僕、今から夏休みだと思うんですけど、うん。2期の方が面白いんじゃないかなって。あ、そうなの？いや、まあ、だからラブコメになるから、ね。そう、知らないけど、うん、その夏休みとかさ、会うこと決定してるわけじゃないですか、ありがとう。で、しかも選挙のこと別にそんなに考えなくていいわけじゃないですか。はい。って考えたら、水着会もまだやってないし、ああ。そう。なんか2期の方がラブコメとしてはすごい面白いんじゃないかなと思って。そうね。はい。その可能性ありますね。期待しちゃってますね。はい、やっぱり須藤さんとアリアと、うん、マーシャさん。うん。この3人が、まあ、本当に同じぐらいのレベルでいいじゃん。そうなんですよ。だから楽しみだよね。うん。ということでね。まあまあまあ、でも、よくやった方じゃないですかね。と思いますよ。なんかやっぱりその、うん、選挙で結構懸念してた中では、最後まで見れたな、みたいな話ですよね。うん。僕はですね、その次、異世界失格が来てます。また今回もね、すげえいい話だったんですよね。泣きました。先週言ったんだけど、うん、そのおばあちゃんがさ、俺、もしかしたら、お嬢さんって呼んでるから若い人なんだろうなと思ったら、やっぱ当たってたんですよ。あ、そうなの？そう。で、先生にはそれが分かってて、みたいな話で、その二人が結局異世界戻りさせられるんですけど、うん、もうね、その話が結構感動的。あ、うん、そうなんだ。あの、兄弟だったんですよ。姉妹。姉妹だったんですけど、お互いがお互いを思い合ってて、ちょっとすれ違いがあって、それが伝わってなかったみたいなのが描かれてるんですけど、異世界失格の良さがすごいなんか分かってきたんですけど、うん、その1話完結みたいな、まあ、今回2話でしたけど、その話をなんかうまく起承転結をまとめるのがうまい。あの短い話で。だから、そのすごい分かりやすいストーリーだし、なんか、俺みたいに泣きやすい人とかは、すごい、すぐ感動できるようなストーリーを、ポンってこう、組み込めるみたいな。そういう強さが異世界失格にはあるの。ああ、うん、確かに。まあ、あの主人公さ、その、太宰府さんの、うんうん、を、モデルにした主人公にしてて、うん、能力もそっち系じゃん、うん、本当に作者は、自信がないと。ああ。こっちに自信がないと書けないじゃん。そうね、確かに。だから本当にやっぱすごい人なんだよ。うん、うん。もう、次がラストとかでしょうけど、もう、これワンクールとしてすごい楽しく見れたし、その異世界作品としてはめちゃくちゃ面白かったなという、あの、イメージですね、僕の中では。だから、あの、最終回どうやって締めるのかちょっとわかんないですけど、うん、まあ、2期あるんじゃないかな、これ多分。なんかやりそうな気がする。そんな終わり方になりそうな気がしてます。あ、これもだから、あれですね。あの、パリに続いて、うんうん、ちょっとダークホースにギリギリ、慣れたか慣れなかったかみたいな。ああ、まあまあ、そのラインです、ね。ですね、うん。でもいい感じですよね。フォローしてんのか、蹴らしてんのかわかんないですけど。まあまあそ、まあ、そうですね。いや、ほら、ダークホースっていうとさ、うん、まあだから前回で言えばじいさんばあさんはガエルとか、ああ、はい、やっぱり結構飛び抜けてきてるから。なるほどね。うんうん、ああ、そういうことね、うん。そこまでは行ってないかな、みたいな。ああ、確かにね、そのトップ5に入るかって言われると難しいところではあるよね。今回は、てか、今期は、トップ5がちょっと強いんですよね。強すぎる。多分最終ランキングにすると、同じになりそうだ、ね。そうそうそう。で、ちょっと順位が違うみたいなぐらいになりそうなんで。まあだからトップ5に入らないとダークホースだったとは言いにくい、ね。そうね、そうそう。みたいな話で。真夜中パンチどうでしょ？ああ、真夜中パンチは、うん、本当、まあ今までにない感じの疾走感と。そうだね。だから、最終回に向かって話を動かしてきましたね。うん。うん、だし、そのまあ、まさきとリブの話を、うん、綺麗にまとめて終わってくれそうだなっていう助走の回でした。うんうん、うん。本当に。そうね。だからその、今までどうするか分かんなかったけど、ここに来て、パーッと助走して、うん、最後ジャンプして着地する。うん。感じが見えてて。まあ、だからこれがやっぱアニオリのいいとこっていうか。そうだね。まあ毎回そうなんですけど、うん、アニオリの作品は自由にこの展開を作れるから。はいはい。面白いよね。俺なんか結構その後半に来ての伸びとかはすごいいいなと思いますけど。その、やっぱりアニメーション落ちてることもないし、うん、まあその完パケしてるっていうのもありますけど、このドタバタ感がまた今週は違う方向に行ってるなっていうのもありますし、うん、あとは最終回はちゃんとやっぱりマサキとリブのところに触れてくれるんだっていうのももちろんありましたし、次週多分最終回だと思うんですけど、すごい楽しみですね、これ。ね、あ、だから最終回。僕の妻は。あ、感情がない、ね。感情がない。最終回ございましたね。はいはいはい。で、
これは、ちょっと僕、ずっと期待してたんで、うん、最後がちょっと、もっと感動させる展開になるのかなって勝手に思ってたから、はいはい、意外に泣くとこまでいかなかったなっていう。なんか、いい話で終わりましたね、だから。まあまあまあね。すげえいい話で終わったなと思いますけど。なんか、あそこまでいろいろやってきてくれたから、うん、最後、なんて言うんだろう。もっと感動を呼び起こすような感じになるのかなって思っちゃってた。だから、原作はどうかわかんないけど、ああいう作品なんだろうね、多分ね。そこの深いとこまではいかないみたいな。そう。だってさ、展開としてはいくらでもやろうと思えば感動の展開とかにもできただろうけど、そう。やらなかったのは多分、本当に原作はそういう展開なんだと思うんですよ。そうだね。うん。だから、心、っていう部分がさ、やっぱりあるわけじゃないですか。まあ、アトリとかもそうなんですけど、うん、その、ミーナちゃんが心ある描写にしてたのは、その、最後の話で言うと、うん、その、やっぱり所有権の話とかで、うん、嫌だっていう意思を見せたりだとか、うん、だからそういうのが結構面白いなと思いましたし、なんか、アトリの感、その心のありかのやり方と、この僕の妻は感情がないのやり方、描き方っていうのは、やっぱ全然違うし、うん、まあ、それはライト、うん、だし、でもそれがこの作品の良さで、で、かつ、この最終話まで、手塚プロダクションが、このクオリティでやってのけたことに俺は驚いている。いや、これはもう、違いますよ、うん。違うこと手塚プロじゃない名前だけでしょ。ああ、そういうことね。看板だけ、うん、飾ってあるみたいな。じゃないと、他の作品に示しがつかない。いや、他の作品の何なんですか。まあまあ、確かにな、うん。いや、でもね、すごいですよ。面白かった。なんか、どうですかね、2期とかね。終末戦争編とかどうですか、いきなり。最終兵器彼女みたいな感じで、はい、やってみるのはいかがですかね。この、僕たちもずっと見てて、お母さんとかお父さんたちって、別にずっと出てきてなかったじゃん。はいはい、最後出てきて、その一番ついてほしくないとこつくみたいな。ああ。まあ、そこ行っちゃうみたいな。ああ、そういうこと？っていう感じとかもあったから。そう。ああ。だから、やっぱり作者の方は結構攻めてる方なんだな、とは思った。だから、たくまの、その、たくまに対しての攻め方。そうね、そうそう。たくまというキャラクターがやっぱ変態に仕立て上げてるみたいな。仕立て上げてる感じですよね。あと謎にちょっと怖い部分があって、はい、守くんの笑い方が、はい、たくまの昔の笑い方が似てるのちょっと怖いみたいな。どういうことだよみたいな。そんなとこまで学習してんのみたいなね。めっちゃ怖かったよ。守くん。あのさ、声優さんさ、今回ダンジョンの中の人にも出てたんですよ。あ、そうなの？若井さんって人。そう。俺、一瞬流れましたもん。あ、マジで？出てきた瞬間に、おぉ、守くんこの人みたいな。もうあの子。うまいよね。うん、いや、マジで P さんは守くんの真似と、綾小路の真似が似てる。綾小路の真似したことあったっけ？なんか魂の抜けたようなさ。だから僕の妻は感情がないは、多分第2期はないと思うんですけど、うん、本当にでもこれは素晴らしかった。だこれも、ダークホースになり得そうだった。あ、そうね。そう。わかるわかる。なり得そうで、うん。ちょっとなり得なかった。そうだね。ギリギリのところに。そう。いや、でも、いいんだよね。うん、こういうことなんです。そう。マイクールアニメを見てると、こういう作品がいっぱいいるんです。うん、でも楽しめたみたいな。うん。そう。2024夏。はい。終わった作品ね。最終話迎えました。小市民シリーズですね。あ、終わったんですか？ 10 話で終わったんでしょう。うん、10話で最終回になりまして、まあ2期決定したんですね。おー。はい。2期決定しました。まあ、その、俺は結構面白かったんで、全然2期あってもいいかなと思ってたんですけど、うん、その、最後、おさらいちゃんのその誘拐の話が一段落ついて、じゃあ私たちどうするかみたいな話になったんですよ。ジョーゴロとおさらいちゃんが、うん。で、別に付き合ってるわけでもないんですけど、別れ話をしてるんだという話になりまして、うん、結局、二人ともそこで仲違いして、別れてしまったというところで終わったんですよ。で、なんかお互い、おさらいちゃんは、クラスの男の子なのかな、なんか図書室かなんかで出会った男の子にデートに誘われてみたいな。うん、で、ジョーゴロは女の子から告白されてみたいな。うん、っていう、二人とも違う青春の方に行っちゃって。あ、そう。っていうところで終わりました。あ、マジで？で、俺、まだ続きあるのかなと思ったら、最終話になってたんですよ。ああ。で、みたいな感じあって、調べてみたら、まあ、2期が制作決まってます。ということで、アニメーションのクオリティを落とさずにやってくれてたんで、個人的には大満足でした。はい。だから、その。2期が決まったってことは、はい。相当評判が良かったんだ。まあ、なのかなか、まあ、もともと来ましたから、2025年春って思いましたから、もしかしたら来ましたかもしれない。分割ツークールなのか。まあ、本当にすごいところで終わったんで、うん、まあ、次も多分10話ぐらいやって20話で終わりにするのかな。というところで、まあ、またツークールが決まったってことは、評価とすごい比べられると思うんですよ。うん、その、同じぐらいの話数で、ね。ってなると、どっちが皆さん好きなんですかみたいな話になってくるのかな。まあ、あれじゃない、うん、バレンタインの会をやってくれないとその評価はつけられない。って僕はコメントに書きましたけど、ね。あ、マジで同じこと書きましたけど、ね、俺。その、やっぱりバレンタインの話まではちょっと面白くなかったな、みたいなのもありますし。まあでも。あ、違う、だからその、はい。
初市民の方で、はいはいはい、だからバレンタインデーの話バレンタインデーの話をしてくれないと比べられないなって。まあ本当今回の10話は夏だけの話で終わってますからね、初市民シリーズって。そうそうそう、まあだから夏の描写が良かったなって思ってる部分がすごい強いんで、これが夏じゃなくなっちゃったら俺の中でどうなのかみたいなところは。確かに、ね、オープニングめっちゃ夏の。スイートメモリーね、うん、イブのね、めちゃくちゃいいわ。あれいいよ本当に。女神のカフェテラス面白かったですね。あのコメントでちょっと尺を取ってほしいということがあったんで、うん、少し話しましょうか、ね。まあまあまあ、だから毎週ね話をしてるんですよ、うん、僕と長澤さんでね、うん、でもね、その毎週面白かったねって話して、うん、やっぱりそのペースがあの女神のカフェテラスの本当にペースなんで、うん、あんまりなんか毎週そのかいつまんでここ話す話すかみたいなところがあんまりないんですよ、うん、面白かったね、面白いですよ、面白いんですけどっていうところなんですよね。あれでも P さんも、うん、だからあんまり下の方には来てないよね。もちろんそうだね、うん、俺も結構ランキングに入ってないけどいつも上の方にいるみたいな。だって俺原作のファンだから そもそも面白くて見てるっていうのがあるんで、やっぱそのもうアニメーションが作画がどうのこうのっていうのはあんまり気にしてないんです正直。あのアニメでその声優さんたちが喋ってるところを見てみたいなとかっていうのもあるし、うん、あのやっぱりそのリホちゃんが俺は好きなんで、まあ今回とかね、うん、リホちゃんの話でしたけど、まあだからあれですよ、推しが出た時だけやっぱ前のめりになって見るなっていうのはありますよね。あ、うん、そうそうそう、なんかたまに冷静にふと我に返る時あるの、はい、女神のカフェテラス見てて、はい、でさ、あんな女の子に囲まれてるなんか本当になんだよこの世界みたいな。いやだから何だろうじゃん、だから、うん、だ女の子の数が異常なんだって。10人ぐらいですからね。まあ、なんなら、こっからまだ増えますから。マジで。本当に、このように男一人しかいないんですかみたいな。あ、そうね。そう、そういう感じもあるしね。あれですよ。そう、進展していかないじゃん。一応、ラブコメディの、コメディの要素が強いから。ああ、そうですね。そう。だから、そういう意味では、その没入感に欠けるなと思うんですよね。でも、そこがすごいのが、うん、俺が結構、ストーリー系じゃん、うん、そういう進まないのがダメな。ああ、確かにね。だけど、女神のカフェテラスはいけるんだよ。確かに。だから、恋愛日常系だから。うん、俺の中では。女神のカフェテラスって。それを中澤さんが、その見れてるっていうのはすごいことです。そうね。延々と見てられるよね、だから。まあでも、その、中澤さんがその好きって言ってる好きがどれぐらい好きなのかはちょっと、あんまり分かってないから。あ、でも、いや、どう、結構だから、うん、なんだろう。どれぐらいの好きなんだろうね。でも、ごと嫁より好きだ。ええーうん。そのキャラクターの名前とか言えるんですか？いや、あんまり言えないかもしれない。じゃあ好きじゃねえじゃん。っていうぐらいらしいです。中澤さんの愛。いや、でも多分、本当に毎回面白いって言ってるよね。でもみんなに聞きたいよ。いや、俺自分で言語化できないの。あ、女神のカフェテラスが好きって言ってる人たちは何が好きなんですかって。そうそうそう。あ、じゃあそれコメントください。何なんだろうね、はい。何の魅力に俺たちは惹かれてるのか。もう俺は本当にだから原作が好きだからっていう。まあ見てるっていう。あと、その、なんていうの、俺、まあ、45本見てるわけじゃんか。そうなると、その、一生懸命ちゃんと見るアニメじゃないやつ欲しいわけよ。箸休めみたいな。うん。で、その枠。ああ、だからストレスになってないってこと、ね、全くなってない。それもすごいことだよ、ね。うん。都合のいい女みたいな。みたいな感じ。あとですね、そうだ、コメントでありましたんで、物語シリーズね、ありましたね。うん。物語シリーズなんですけれども、ついに荒垣小由実が出てきました。あ、出てきたの？はい。髪伸びてました。え、あ、変わってんの？ちょっと雰囲気。うん、変わってた。このぐらい髪の毛伸びてた。あ、そんな長いの？うん、伸びてた、伸びてた。で、やっぱり、その、神谷さんさ、あの声優のね、異世界失格で先生役でやってるじゃないですか。あ、同じ人なの？同じ人なんですよ。神谷さんなんですけど、やっぱ、荒垣くんがいいね。荒垣くんの時だけやっぱその、神谷さんのなんか、ポテンシャルが出される。俺、繋がんないもん、先生と。あ、ほんと？なんかちょっと聞いてみると、やっぱもう神谷さんになって、うん、なると思う。まあでも、その、荒垣くんの時だけはやっぱその、すごいやっぱこの、喋るじゃん。そこがすげえなって、やっぱ思ってしまうね。あ、じゃあ、荒垣節はもう全開なの？全開でしたね。変態でした。荒垣先輩じゃなくて、荒垣変態って呼ばれてましたね、今回。そうそう。やっぱあの言葉回しとかもね、西尾維新先生の面白いところなんですけど。で、話は、その、まあ、現代に戻ってきまして、前回までその吸血鬼の始祖の話をしてたんですけど、で、しかも、その始祖だったそのスーサイドマスターっていう、あの、吸血鬼がね、出てきました。出てきて、高校の、なんかバスケ部の女の子たちがそのミイラ化してるみたいな、生きてるけどミイラ化してるみたいな、でこの犯人誰なんだろうねみたいなのが、その犯人がスーサイドマスターだみたいな感じに今なってて、それを岩塩いずこと荒垣小由実が解決しようとしてるみたいな話なんですよ。うーん、あーでもこれ荒垣が出てくるとやっぱりその化け物語見てるわみたいなさ、そんな感じにするわけよ。で結局戻ってきた感じなの？戻ってきた感じなのね。まあ何で物語もそうなんだけど、系統としてはね、なんだけどやっぱり荒垣がいると違う、面白い。あれよ、
そのこのスバがそのめぐみんのスピンオフ見てたけど、やっぱカズマ足んないねみたいな感じがあったのが、はいはい、あれが帰ってくるとカズマがいると面白くなる。そういう感じ。だからやっぱね、おもろいなと思いますね。まあその綱引き会なんでちょっとランキング上位にはいないんですけど、天水の桜姫。はいはい。なんですけども、あの、面白いんですよ。今面白いんですけど、その先週ね、中澤さんにあの、いきなりユイとキンタが光ったみたいな感じ。はい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 、はい。今回あの、カイマルっていう赤ちゃんみたいなキャラクターがいるんですけど、光ったんですよ。うん、光って。なんなんじゃあれはみたいな感じで言ってたら、あの、解説してくれまして。うん、あの、神になる可能性が出てきた。素質がある人は光るの。そう。で、みんなもうその可能性がある。今いるね。みんな光ったの。いや、みんな光ってるわけじゃないですけど、今3キャラクターなんですけど、みんな神になる可能性が出てきた。え、その、だって光ったら神になる可能性があるのに、うん、光ってない子も神になる可能性がある。どういうことよ。あ、だから、その、一緒に暮らしてる中で、今5分の3ぐらいが光ったんで、うん、まあみんな光る可能性あるよね、みたいな。ああ、そういうことね。そうそう、はいはいはい。で、もともと桜姫のお母さんも人間だったみたいな。あ、そういうことね。そう。で、そっから神になってるから、そういうことから神が始まってるんだよ、みたいな、そういう話だったんですよ。ってことは逆もあるってことだね。ああ、まあ可能性ありますよね、だから。で、その、今回その、大水地だったかな、悪神と戦うっていうのが多分最終話になるんですけど、そのまだ戦えるほど強くないよね、みたいな話なんだけど、桜姫が、でもあいつを大元を立たねば、もうこの世は変わらないだろう、みたいな感じで、戦うことを決心したって。それがあのティザーの、あれか。バトルになるんじゃないか。最初、バトルアニメだと思ってたから。そう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 、そう。っていうところで、結構ね、やっぱりここまで見て、もう見やすいです、ね、マジで。で、なんて言うんだろうな。いわゆる桃太郎みたいな感じのイメージかな。そう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 。で、それを今現代風にしてて、面白いんじゃないかなと思いますし。ただ俺、すごいね、かわいそうだなと思うのが、そのゲームをやってた人たちね。うん、これが本当にゲームと同じなのであれば、結構やってたら、落ち込むと思うんですよ。その、せっかくここまで育ててたのに、全部なくなったりだとか、あとはその桜姫が、米がその全部なくなったことによって弱くなってるらしいんですよ。ああ。パラメータとかも。そうなんだ。そう。だから、なんでこんなにせっかく育ててきたのに、ふざけんなよって気がするわけ。それでも進めてて面白い面白いって言われてたゲームだから、なんかすごいいいんだろうな、みたいなさ。そうそうそう。っていうところでね、これもまあ、花田先生が関わってるわけなんですけど、なんかすごい綺麗にまとまってるなっていうか、まあ、無難にまとめてきてるな、みたいなのもありますけど、面白いなと。まあほら、バックだからバックだから。まあね、まあね。そうそうそう。かなと思ってまして、これすごいですね。だからその原作のゲーム作った人が、結構そのユーモアがあるな。っていうふうに思える作品かな。ああ、終わったやつ話しますか？義妹生活が終わりましたね。ああ、終わったんだ。はい、終わりました。どうですか？総評としては。そうですね。まあ、今回、12話、最終話で、結局、すり合わせをしよう。うん、僕たちの関係、うん。っていうことで、その、男の子の方がね、まあ、好きだと、うん。君のことが好きだということで、打ち明けたんですよ。うん、で、その、さきちゃんの方も、まあ、それはでも兄弟の好きの可能性があるから。ね、普通に恋人としての好きの可能性もあるけど、みたいなのをすり合わせをしよう。って言って、うん、ちょっと徐々にこうすり合わせをして、まあお互い、その一応思い合ってるっていう感じにして終わったんです。あ、じゃあハッピーエンドなの？まあなんか、うん。最終話だけ見たら、なんか今までのこの重たい雰囲気とか、みたいのはなくなった。なんか。じゃあブレてるってこと？いや、ブレてない、ブレてない。いい作品として終わったっていう。いや、それブレてる、ブレてないで言ったらブレてるのかもしれないけど、面白かったって話。うん、そうそうそう。その、なんていうの？俺は面白かったです。その、世間の皆さんが、結構批判的な意見が多い中で、うん、俺は、楽しめたし、2周してるわけですし、面白かったんで、うん、見た方がいいと思います。わかりました。検討します。ちなみに、作者さんのこと俺めちゃくちゃ見直しましたみたいな話をしたじゃないですか。今回最終話に作者さんなんと声優として出ました。声優コンビニ店員役で出ました。はい、あ、そうなの、はい、すごいね。特別出演だ。そうですよ。だから、ね、ミカゴストさんとしても、なんか、このアニメ化は良かったんじゃないかなと思いますしね。うん。だその海外でも人気な作品なわけですからね。まあ面白いと思いますよ。最終回で面白かったなと思ったのは、下の階にはミオがいるですね。うん、これ韓国のアニメだって言ってたやつ。ああ、はい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 。はい、の、その、韓国の、シェアルームの。そうそうそう、そう、うん。青春のね。で、これ結構珍しいのが、その、まあ、韓国原作っていうのもあるんですけど、大学生を舞台にしてるので、うんうん、あんまり大学生のラブコメないじゃないですか。うんうん、で、その、なんか、実態っていうか、うん、あ、確かにこういう感じのラブコメありだな、みたいな。まあ、もう大人だもんね。そう。ある程度大人で、
で、ただ、やっぱりその韓国っぽいそのしきたりだとかっていうのもあったりして、例えばその、お母さんの誕生日だから帰りますとかっていうのもあったりだとか、あとはその、食べてる飯がやっぱりそういう肉系が多かったりだとかみたいなさ、とかっていうのもあるんだけど、その、まあ、シェアハウスっていうのがちょっと特殊かな。あの、まあ、メゾン一国とかさ、そういうのってあるんだけど、まあ、それとはまたちょっと違う、今っぽい感じっていうかさ、パリピーじゃないけどさ、まあ、もともとそのヒロインがアイドル、トップアイドルでみたいな、元でっていうのがあったんですけど、で、その、最終回の前の週で、今まで初恋だった人、うん、先輩、女の先輩に告られたっていうか、あのまあ、好きだっていうのが分かって、ミオのことも好きな自分がいて、どっちになるんだみたいな感じで最終回だったわけですよ。はい、で、その、最終回良かったなと思ったのが、そのあっさり振らずに、やっぱりちゃんとその初恋を自分の青春だっていうのでフラッシュバックするんですよ。うん、そのシーンとかめっちゃ良かった。泣きそうになりました、これ。あ、そうそう。二人との思い出があって、やっぱりその、この人を振るっていうのがなかなか言い出せない。なぜかって言ったら、僕の高校時代の青春だみたいな、うん、この人。っていうので泣きながら振るんですよね。で、その振りが終わって、もう最後、そのミオに告白するんですけど、もうそこはさらっとやるっていう。うん、そうそう。だから話として、そのミオがメインなんだけど、ミオにこう重きを置きすぎないのがおしゃれだなって。ああ、うん、そうだね。そう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 。だからこういうのなかなかないな、みたいなさ。だからそういう意味では面白かった。ただ、没入感はない。全くない。まあだからさ、喧嘩独学の時もそうだけど、はいはい、やっぱ日本のアニメと作り方が違って、違う、なんか根本が違うから、なんか、そういう面白さあるよね。そうそうそう。だからそういう意味での面白さなんですよね。その、やっぱり追体験してる感じにはならないからっていうイメージですけど、そう、アイドルと恋愛するとかってさ、なんか、あんまりこう、はまる要素はないというか。うん、でも、まあ面白く見れたし、ああ、なんかその文化を知る意味でも、なるほどね、という感じだったかな。そうそうそう。なんかその、今まで海外のさ、あったじゃん。その、俺レベとかもあったじゃないですか。うん、まあ、そういうのの中では一番面白かったかもしれないです。まあその、共通の恋愛というジャンルだっていうのもあるのかもしれないけど。はい。そうそうそう。っていう感じかな。うん。はい。ということでですね。まあまあ、てかそうですね。最初はのやつも増えてきましたんで、うん、まあ、でもそろそろ秋アニメが始まっちゃうからね、もうね。うん、そこも並行して見ていく感じにはなると思いますけど、まあまあ、今のこの大反省会とかでは、まだまだ夏アニメのコメントも募集してますんでね。最終話が終わって、このアニメこうでしたっていう総評でもいいんでね。ぜひぜひコメントいただければなと思いますよ。はい。まあ、せっかくなんでね、見た感想とかっていうのをね、パッて言ってくれた方が僕らとしては嬉しいんで。そうですね。うん。コメント欄がそういうコメントで、アニメに対する、もう幸せなコメントで溢れることを祈っておりますのでね、ぜひぜひどんどんコメントください。全部コメント返ししていきます。ありがとうございました。バイバイ。